前回まではあんまり裏って来ないでしょ。反応する そっか、写真は禁止になっちゃうんだ。動画は禁止って書いてなかった。あんまり裏ってきたことないですよね。三大稲荷神社でございます。日本だからね。狐塚こんなのあったっけ、日本で。この石がそうなのかな。なんだ、ゴミ置いてない。なんか全員動いたら面白いだろうね。いやー、6、7分で終わっちゃったね。ちょっと裏の方をさ、稲荷神社ってみんな撮ってるけど、裏の方ってみんな撮ってないじゃん。裏の方行ってみますか。やっぱ神社の周りには小さい神社がいっぱいありますね。これも稲荷神社系なのかな。ああ、稲荷神社本殿一部ね。あこれは歴史ある建物なのかな。あのさ、癖になってるよね、こういうの見っけると撮りたくなるの。あそこにあれ違うか、電気かな、火災か、電気か。火災報知器があるってことは最近まで住んでたのかなと思って。はい、すいません、お邪魔しました。で、裏を行ってみますか。あ、こっちからこっちから行ってみますか。すげえ罰当たりなことしてるような気がするけど、気のせい。10分超えると1ギガになっちゃうんだよね。はい、こんな感じでした。社務所。あ、ここは出世稲荷。あ、そうですわ。出世したわ。なんか昔ここ参拝して出世したよ。ですね。裏は
寂しいね。こんな感じですわ。ほぼほぼお店がないという。感じなのね。やっぱ裏は見ちゃいけないのね、華やかな場所は。そんな感じっぽいですね。時間潰せた。はい、以上、笠間稲荷神社の周りでございました。